いや、ちょっとデカキンさん。何？これを食べたいんです。味噌菌を食べたいんです。持ってこいよ、味噌菌。ないっすよ、どこにも。味噌菌を取るの。どこにも売ってねえんすよ。やばいよね、ほんとに。すごい。すごいんすよ。で、聞いてください、僕、はい、こんな体型ですけど、うん、やっぱ65キロにするまで結構大変だったんですよ。うん。今、お湯沸かしてる。はい。いや、ここ最近、はい、うん、ナッツばっかり食べてる。マジか。で、今日楽しみにしたんですよ、味噌菌食べるの。しかもね、指定しやがったな。飯の方を行かしてくださいみたいな、なんか。なんでだよ、俺にも味噌菌の食べていくバランスがあんの。この夜は味噌菌の飯にしよう。違うんですよ。ラーメンにしようって。いや、その、何もなしてない人なわけじゃないですか、今日は。変な言い方言う。いや、競馬当てたよ、今日。競馬プライベートね。いや、もう、その。当てて働いたに等しいじゃん。ギャンブルで威張ったら終わりです。4万買ってんだから。ダメです。すごい働いたと一緒だよ。すごい、すごいっす。うん、すごい、すごいっすよね。なだめ方、お前。もっといいなだめ方あるだろ、お前。なんで、ちょっとあの、食いたい。やっぱ、デカキンさんと食べることにも意味がある気しますし。そうだね。あの、マジでね、超癖になる味なの。いや、美味しいんすよ。やばいんすよね、これ。まあ、ダイエット企画、200キロ企画も始まったんですけど、ちょっと、休憩で、雑談ちょっとしたいなっていうことなんですよ、僕が言ってんのは。いや、切れるのおかしいだろ、お前。ゴミ切れで。はい、もらうよ、ゴミ。ゴミもらう。はい。はい、おい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 、何してんの、おい。おい、いい加減しろ、おい。味噌菌だけ手出すの。俺のことはどうなってもいい、味噌菌手出すの。いいって、どうなってもよくない。これ、本当に美味しい。マジでなくなるから、本当は一緒にあげたくないよね。お湯ももうすぐで沸くから。どっちの方が好きでした？意外に飯の方が好きっていう人が多いんだけど、俺はラーメンなのよ。あ、なんか継続的に食べたいのは、やっぱ、ラーメン？ラーメンです。がっつり行きたい時はやっぱ、飯。飯。飯食いたい時って感じですね。確かに確かに。斬新だよね。この飯を途中からこう提案して、あれしてね。え、でも、デカキンさん、3割ぐらいかかってるんですもんね。かかってる。いや、なんか勘違いしてる。一切かかってない。俺ただ食って寝てただけ。味噌菌以外の関係ない。関係ないただの食べ物を食って寝て。美味しい。で、発売したから。食って寝てかけてただけ。うん。発売したからもらったし、うん。幸せだなと思っただけ。いやいや、ヒカキンさんからこう送っていただいて。そうだよね。しかも送るやつもやっぱ、センスが、だって全員バズってるからね。いや、マジですごいっすよ、ね。味噌菌のあのでっかいやつの動画出してる人、みんな再生数伸びてるからね。本当に出してるって。味噌菌と再生数を分け与えたってことね。そう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 。とんでもなくない？すごいっすよね。あ、で、ハズレだ、二人とも。え、なんすか？ここに、あの、招き猫のヒカキンさんの絵が描いてあったら当たりだ。ある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 。ここほら、二人ともないんで、ハズレですね。え、当たりってあるんですか？あるけど、まあ別に当たったからどうってことはないけど、気分良くなるよねって。え？え、だから、食べてたよね、動画でね。その中にあった。え？あれ、セイキンさんそれこそ当てたんじゃないか。あ、そうなんだ。ほんと数少ない。セイキンさん、すごい。当てらっしゃる。当てらっしゃる。当てらっしゃる、やっぱり。当てらっしゃるって珍しい。やっぱ当てらっしゃるからね。変に敬語使ったせいでなんか聞いたことない言葉。当てらっしゃる。当てらっしゃるから。あ、怖い怖い怖い。あ、怖い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 。ちょ、はいはいはい、はい、お湯入れて。待て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 、ダメ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 だよ。なんすかなんすか。ダメだよ、勢いありすぎ。はい。いや、味噌菌では僕ふざけないです。あ、よかったよかった。信じてください。味噌菌以外はふざけるんだな、逆に言うと。もう置いてきて置いてきて、お湯怖いから。もう置いてきて、おいー、違う、置かないだろ、この子に。ティッシュに置くはずないだろ。どう考えても。もう。はいはい、これも蓋しといてあげるから。やべえ。俺も息子がなんか思春期になったらあんなこと言われんのかな。チーチルモンとかなんか言います？俺の冷蔵庫だろ。俺の冷蔵庫なんだよ、それ。じゃあ乾杯しよっか。はい。味噌菌に乾杯。ありがとうございます。乾杯。乾杯。美味しい。ちょっと。ちっちゃさはまあ別にいいから。なんで大きい人の冷蔵庫にある飲み物ちっちゃいんですか。いや、たくさん飲んだら気になるでしょ。そ
それが嬉しいから、ちょびっとだけ残したりするの俺嫌だったのよ。あー確かに、その缶でちょびっとだけ残っててさ、ちょっと飲まないみたいなあるじゃん。だし開けた瞬間のやつ飲めるっすよね。そう、極冷のやつ飲めるから。あと3分ぐらいかな。でこれをね取りたいなって思ったのも、うん、いつも喧嘩してばっかりじゃないですか。誰が？僕ら。いやそんなことなくない？喧嘩してない。いや少なくとも僕はずっと常にイライラしてたんです。あー聞きたくなかったな、あんまりイライラしてなんか、うん、普通にゆったりしててもいいのかなって思ったんですよ。なごみ飯ね、なごみ飯でもいいのかな、ゆったり飯。だからなんか質問あれば。俺が俺が質問すんの？このタイミングで。僕になんか質問あれば全然答えたり答えなかったりしようかな。あ、でもね、リアルにあるわリアルにあるんすか？リアルにあるわ。艦隊の質問。はい、質問いいですか？みそきんさんが今手挙げて、みそきんめいじさんが今手挙げ、ファサって手挙げたけど、質問なんですけど、カンタチャンネルの方でも言ってくれるし、手書きの方でもそうなんだけど、やっぱね、カンタはコラボしてる相手の中でもやっぱ上位に来るぐらい視聴者がやっぱ見たいコラボって言ってくれてんのよ。何の話ですか？誰とのコラボですか？いや、デカキンとカンタのコラボだよ。もうできたかな。ミニタン、ミニタン来たら終わりのミニタン動画終わりのミニタンなんで、ね、あ、いや言ってくれてます実際。そうだね、カンタも言ってくれてるし、はい、俺もやっぱりコメントとかでさ、そういうのが多かったりするから。オッケー、よし。うわー食えるぞ、ようやく。僕らただ喋ってるだけだったりするじゃないですか。そう、それでね、10万再生してもらったりとか5万再生とかって、うん、なかなかないんですよ。いやだからそれで質問なんだけど、もうやっぱどこでも一緒に会えたら嬉しい。いや普通にずっとビジネスパートナーだと思ってるんで。ああ、そっかちょっと今日はいつまでしょっぺく感じるかもしれないわ泣いてるじゃないいや全然嬉しいっすよ本当に。あ本当に？はい。デカキンさんとのこういうやり取りって、うん、なんか昔からこうじゃないですか。そう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 、実際嬉しいっすよね。今もこういうのを求めてくれる人がいるっていうところも含めて。確かに確かに。じゃあいただきます。いただきます。うわうまっ。うまいな、癖になるなマジで。それこそデカキンさん、僕らヒカキンさんと、うん、に二人ともドッキリかけられましたもんねそれもすごいよね。確かに、ひょんなことからマジで気づかなかったじゃないですか僕ら。でさ、あのうちの場合はマネージャーにも言わないんだって。うーん、マネージャーがやっぱ仲いいから言っちゃうんじゃないかっていうので、マネージャーも一緒に騙されるわけ。はいはい、はい、だからドッキリかけられてる人ってさ、どんどん疑心暗鬼になってたりするじゃん。マネージャーも今ね、どんどん疑心暗鬼になっててんの。その事務所とあれに対して疑心暗鬼。いや、マジそうなりますよ。僕、ドッキリで、うん。体調崩したことありますもん。そうなんだ。出川さんがね、すごいこと言ってんの。何ですか？ドッキリとかやるんだったら、仕事のスケジュールだけじゃなくて、心のスケジュールも立てなきゃダメだよって。これね。いや、マジよ、ありますよね。マジでそうなんだよ。信用問題ですか？そう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 。マジでそうなんだよ。でも、お子ちゃん作ったから、この距離感で撮影とか、うん、仕事も一緒になることも増えたし、うん、なんかいろいろいいなっていう。あんま言えないですけど、うん、電話で嫌な思いもしましたし僕。うん、あんま言うなよお前それな、あんまな、競馬ってそういうもんだから。どうぞ以外ででも有馬記念の時また来いよ。一緒に勝負しよう。一緒に勝負しよう。一緒です。今日勝ったし。一緒です。まあいい経験になりますよ。いい経験。あとデカキンさん大人なんですよね、こう見えて。そうか？いや、しっかり見えて大人って、こう大人だろどんなおっさん、こう見えてデカキンさん、どんなおっさんに言ってんだよそれ。大人だろ。なんか安心感あります。うん、で見る人も、あ、ふざけてやってんだなって分かってくれるじゃないですか。まあね、たまには気づかれない時もあるけどね、ガチでこの人言ってんのかやべえなみたいな。僕らの水溜りのファンの人とか深く調べますね。うん、うん、うん、マジで言ってんのかお前、このタイミングで呼ぶ。これさ、タクシー呼ぶのでさ、そろそろ終盤なのかなって気づくのよ俺。
トーク終盤なのかなみたいな。普通はトーク終わってなだらかトーク軽くして5分ぐらいで、じゃあそろそろ帰りますわって言うんだ、わかるけど、あからさまに動画撮ってる。うん、まあでも当分こなそうそうだな。雨降ってんだよね。雨降ってんすよ。なんか俺さ、この前ユーフェス出たじゃん。うん。でさ、初日ね、カンタ頑張って MC やってくれてたんだけど、途中から覇気のない顔が何回も画面に映し出されてて、アップで。また言ってたな。うん。だから、当たり前じゃねえからなって俺、伝えてね。一人だけこうやってね、マイクついてたから、そのマイク当たり前じゃないから、ちゃんと頑張って喋ってよって。頑張ってましたけどね。頑張ってましたけどね、もちろん、ね。言ってて。やっぱね、見返してみるとうまいのよ、やっぱ。ミスターマリボンドってやっぱ MC 慣れしてるから、やっぱいいな、すごいなと思うんだけど、はい、で、出かけも頑張ったの。はい。ところ頑張ったんだけど、別でさ、いろんなクリエイターさんと喋る機会があって、それこそ若手のね、はい、新世代とかと喋る機会があって、こんなみんな面白いんだと思って。ああ、みんな。そう。だからもっと、俺らも切磋琢磨しなきゃダメだなってやっぱ思ったね。人を笑顔にするストイックさは、やっぱもっともっと薄れずに持ってかなきゃいけないなって思うから。うん。もうないっすもんね、出かけにさん。ん？それの塊だぞ、俺。人を笑顔にしたいっていうやつの塊だぞ。ちょっとじゃあ、もう一ついただきます。はい。ということで、ダイエット僕成功したということで。はい。ちょっと、彼は失敗しちゃったんですけども。だからもう見てわかるだろう。ソフトモヒカンにはバリカン入れられました、さっき。入れたんですけども、ほとんど入んなかったんですけど。はい。ちょっとこっからまた頑張るぞということで。はい。またよろしくお願いします。はい。それでは、さよなら。さよなら。ごちそうさまでした。